イエルカチャンネルのショーです。うわめっちゃうるさいな。キリトから LINE が来て、ちょっと表で待っててって言われたんですよ。で内容とかも特に書いてなくて、とりあえず外で待っといてって言われました。なんでしょうね、今結構外で待ってるんですけど、なんだろう、あいたちょっと待ってほらキリトさんじゃないですか。チュイス、チュイス。もしかして呼び出した理由はこちらですか。うん、サプライズですよ、プレゼントですよどうぞ受け取ってください。え、プレゼント、あ、俺の誕生日ですか。先月でやったでしょ。先月です。プレゼントはこういう。ありがとうございます。え、もらっちゃっていいんですか。うん、本当に、うん、僕嘘つく。嘘つく違うんでしょ。はい、俺のです。なんすかこれ、どうしたんですか。え、新車買ってみました。買ったんすか。マジで、マジで買いました。すごいじゃん。で、ビニール貼ったままだよ。ちょっと待って、ナビビニールが貼ってある。まだ新車だもん。わ、ビニールが新車の匂いがする。新車だもん。なんか置いてある。これは後々ビニールを剥がそうかなと。え、座席カバーすか。そうです。いいならもう今日しちゃいますよ。あ、じゃあ今日しよう。今日します。わかりました。いやこれやってみたいよね、みんな。気持ちいいと思う。だって絶対したいもん、このビニールベリベリ剥がすの。で、ちょっと後ろも見せてください。へーへー、なんですか、こんな感じなんですね。あ、なんか、うわ綺麗。いや綺麗だろ。これなんすか、トレーが乗ってますよ。なんかこれね、セットでついてきてたの。ああ、もうあれでしょ、濡れとってもなんかそのままボンと置けちゃいますよとかのやつじゃない。多分やっぱあれですか、あの色がこれ黒色なんですけど、やっぱあのキリトくんだからですか。それはもちろん SO のキリトくんにちなんで黒です。黒の剣士ですか。なるほどね。いやいいじゃないですか、すっげー。エルカチャンネル。さあ、じゃあどうしますか。どうしますか。え、いいならもう、うん、いいっすよ、剥ぎに、ビニール剥がしに入ろうかなと思いますけど、うん、いいよ、剥いちゃって。わかりました。でもさすがに人の車だから、俺が最初にねバッてするのあんまり良くないんで。いや、ここはキリトくんが一発、運転席をちょっとビリッとしてもらえたら。あ、これが。はい、助手席の方僕がふやーってしますんで。エルカチャンネル。じゃあお願いします。いきます。はい。あ、気持ちいい。気持ちいい。変態がいる。さあ、真新しい座席が出ましたね。エルカチャンネル。向いちゃいます。はい、向いちゃって。うわー、激しい。いや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 、ゴム、ゴム。やばい、ゴムで手こ取るよね。取れた。はい、エルカチャンネル。はい、シートカバーどうでしょう。こんな感じになりましたよ。変わりましたよ。変わった。ごめんなさい、うん、変わってないです。はい、買ってきたんですけどね。助手席のとこに置いてありましたよね。あれなんでですか。ですね、まさかのまさかのですね、ベンチシートじゃなかったとね。
あ、ベンチシートタイプではなかったんですね、買ってきてたやつが。そうですね、なのでつけてません。見に行ったんですけど気に入るやつもなかったので、とりあえずじゃあこのままで、もうビニールどうせビリビリに破いちゃったしねもう使い物にならないので、家にあるやつをちょっと使おうかなと思っております。いや最初確認しとけばよかったんですけどね、破る前に、うん、まあ残念でした。いいのが見つかればですね、また教えてもらえれば、あのその取り付けもう手伝いますんで、動画に収めたいなと思います。エルカチャンネル、はい、ということで今回の動画はここまでです。チャンネル登録よろしく。俺たちにかかってこい。